まあ、去年はかなり大変な被害になったんで、まあ、それを食い止めるために万全の、対策をせんといかんということなんですけど、小川さんの頭の中はどうですか？今年は去年一応トラップとか、ゴキブリホイホイのようなあの粘着性のシートとか使って捕獲してたんですけど、なかなかそれだけで追っつかないんで、もう今年は、養蜂箱に近づけないっていうことで、一応、専用の網なんとかインターネットで調べまして購入いたしまして、9ミリ口径の、多分本当は、農業用の網じゃないかなと思うんですけど、そういうものを購入いたしまして、スズメバチは通らないけどミツバチは通れるような9ミリ口径の網を購入いたしました。それを養蜂箱にかぶせて、スズメバチをもう近づけないっていう作戦で今年はやっていこうかなと思ってます。まあ、それを使うとスズメバチは入ってこれないけども、ミツバチはミツバチの大きさであればそこを通り抜けることができるということで、非常に便利な道具だと思います。何しろこの、今やってる養蜂してる場所はスズメバチにとっても非常に住みやすい場所なんで、非常にスズメバチが発生しやすい場所なんですけども、なんとかここでやり抜いていきたいと思ってます。多分スズメバチがたくさんおることは環境がいいっていうことだと思うんですよね。だからそれは多分ミツバチにもいい環境やっていうことなんで、なんとかスズメバチ対策さえすればたくさん採蜜できる環境じゃないかなと思うんで、今年もこの場所で頑張っていこうということになってます。